こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。今までに潜在意識のコントロール法を4つ学びましたね。それは潜在意識を癒す、褒める、叱る、励ますでした。これらは誰にでもできるものです。今日はこの4つよりも少し難しいものを学びましょう。ということで今日のテーマは潜在意識の自分を諭すです。潜在意識を諭すというのはどういうことでしょうか。今までにやった、叱るというのと、励ますというのと似ている気がしますよね。前回の潜在意識の自分を励ますという動画では、大人の自分が潜在意識の自分にこんな風に言っていましたね。あなたにはちゃんと能力があるんだから、やってごらん。きっとできるよ。皆さんは、そう言われた時、やりますか？もし、それでもやらないとしたら、なぜですか？やりたくないときは、やっぱりやらないかもしれないわ。そうですよね。なぜやりたくないのでしょうか？逆に言うと、他の人はなぜ真剣に働いたり、責任ある仕事を引き受けたりするのでしょうか？やっぱり、昇進したいとか、やりがいを感じたいとか、思うからじゃないかしら。その通りですね。できないと思っていた仕事をやり遂げたときは嬉しいですし、やりがいを感じて、またさらに挑戦したくなりますよね。地位も給料も上がるかもしれません。でも、前にも言いましたが、現在のあなたと潜在意識の子供の頃の自分は別人です。ですから、現在のあなたが真剣に仕事をする意味が分かっていても、潜在意識の自分にはその意味が分からないんです。つまり、潜在意識の自分を諭すというのは、過去の自分がまだ知らない価値観を教えることです。また、時には、遊んでばかりいると、どんな人生になるか、などを潜在意識の自分に教えてあげることも必要です。これは少し難しい方法と、さっき言いましたが、なぜ難しいかというと、現在の自分もまだ、仕事の価値に気づいてないということがあるからです。ですから、それに気づいた人にしかできません。潜在意識の自分の時間は止まっているので、いつまでも自分が子供のような気がして、遊ぶのが当たり前だと思っています。だから、教えてあげないと、仕事の意味がわからないんです。現在の自分が会いに行って、教えてあげる必要があります。あなたは遊ぶのが大好きなのね。そして、好きなことだけしていられたら、最高だと思っているのね。でもね、それは間違いよ。人生は、今できないことに挑戦して、それができた時の達成感のためにあるのよ。人生は成長するから面白いの。だから、難しい仕事に挑戦しなさい。そしたら、実力がついて、地位やお金がもっと手に入るね。そしたら、誇らしいよね。だから、頑張りなさい。どうでしたか？こんな風に、現在の自分が、潜在意識の自分に新しい価値観や意味などを教えてあげます。あなたが気がついていなくても、潜在意識の自分は、仕事の価値をまだ知らないかもしれません。そういう時は、仕事で疲れやすくなります。ですから、自分を諭す方法は、念のために、やっておくといいですよ。